日本群馬県前橋市かす川町前かす川町前は群馬県前橋市の地名。旧かす川村時代は住所で瀬田郡かす川村大技前の地域である。また、前橋市合併後は村名のかす川村がかす川町となり、その後大技名がつくため前橋市かす川町となる。面積は0.87平方キロメートル。郵便番号は371-0204。 前橋市の東端、赤木山の南陸、春川流域の東部に位置している。戦国時代頃からあった地名である。江戸時代になると、はじめ王吾半領、元奈四年に、前橋半領、明和四年に、幕府領を経て、安永八年からは、出羽松山半領だった。禅は、禅とも書いていた。由来は、禅棚のように平らな土地が段になり連なっている、ことからとも、 鎌倉時代の門中諸室寺右吉氏の居城によるとも考えられている。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。全駅町内に高下電気鉄道高下線全駅がある。赤木タクシーが運行を行っているデマンドバス方式のふるさとバスがある。 県道の群馬県道3号前橋大間巻留流線が通過。当庁が避難対象区域となった場合、近隣の春スカ町西多面にある前橋市立春スカ中学校に避難する。ありがとうございます。